じゃあ久々のね、言い当たり配信やるわ。ちょっと、また久々なんで、あれ、ちょっとあれが、音のバランスまた見ていきます。大人メガネ。メガネかけないともうさ、見れないんだよ俺。コメント。本当に目悪くなっちゃって。マジでやばいよ。もう、これもぼやけるもん俺。メガネ外すと。やばくない？もう本当だよ。すっげえ目悪くなってる。こんばんはこんばんは。いやー、ちょっとね、人間ダック行かないと。視力下がってる。人間ダック行かねえとな、マジ。匿名希望くん？あ、ちょっとやろっか。全然やってよ。あ、ちょ、お茶爆はあるざっす。静止薬あるざっす。はい。静止薬あるざっす。ちょっとお茶爆をタイム終わってからじゃありますわ。はい。コンタクトつけない。絶対やだ。こんばんは。コンタクトつけ気持ち悪いから。こんばんは、こんばんは。音質違うでしょ、そりゃ。自動カルテからやろっかな。匿名希望くんついけど。自動カルテから。お茶爆あるざっす。なんかまずね。お茶爆あるざっす。お茶爆あるざっす。メガネのね、誰かと思ったって、背伸び。お茶爆あるざっす。静止薬あるざっす。はい、こんばんは。はい、黒い。お茶爆あるざっす。はい。お茶爆あるざっす。お茶爆、お騒がれ。お茶爆、静止薬あるざっす。お茶爆あるざっす。お休み聞きたい。こんばんは。ルーちゃん。あ、ルーちゃんやろ。ルーちゃんはね、ちょっと最近、AV も80万回再生いったんだって。お茶爆あるざっす。こんな新生かまちゃん初めてですわ。お茶爆あるざっす。日語りね。よろしく。あのね、こんばんは、新生館長、こんなね、最速でね、100万再生ね、行こうかって、初めてだよ、マジで。お茶爆あるざっす、お茶爆あるざっす。初めてだよ、マジで。こんな最速で100万回再生、到達すんの。やっぱアニメーションですな。コメ欄、外国語だらけ。いや、海外のリスナーもありがとうね。まあ、とりあえず、ありがとうね、みんな見てくれて。ルーちゃんでかまっちゃん好きなやってくれてる。何言ったんですか？いや、もうルーちゃんずっと。もうずっとルーちゃんだけでいいんだろ。お茶爆あるざっす。お茶爆あるざっす。間抜けだよ、もう頼む。間抜け。静止薬あるざっす。間抜けってさ、僕は、間抜けだよって。もうこれでさ、もう、これでもう、よっしゃーってなってるでしょ。もうこれだけで十分だろ。な。もうこれだけで十分だろ。お茶爆あるざっす。もうこの声を聞けただけでもう、十分だろ。な。間抜けは。よっしゃーってなるでしょ。いや、あれもね、あれも、モノくんとか、ね、他のメンバー、千葉銀とかも、もう大絶賛だったけどな、あの曲な。86万回言ってんだ。マヌケはもうメンバーにも大絶賛だったからね。静止薬あるざっす！マヌケ、一回もライブでなんかね、NG フェスやったことあんのか。大阪駅、夜中に聴きたくなる。あの曲。あの曲けどさ、マジみんななんか、ほんと適当に作った曲好きだよな。本当に、あんな30秒とか15秒で作ってよ。あんなもん。ね、シークレットトラックにすんのはもったいないの、やっぱあの曲って、間抜けって。ちゃんと録音した方がいい？ルーちゃんお願いします。あ、やります。お茶爆あります。はい。いかに聞いた。あ、ちょ、叫びたいね。今、この時間からね、8時だし。全然叫べる曲もやりたいな。ね、いかにとかな。もったいない。あ、本当に？じゃ、ちゃんとレコーディングした方がいいんだ、マヌケ。オッケー。ちょっと考えとくわ。マヌケもね。マヌケもちょっとちゃんとレコーディング。だってこんな大人気なんだよ。だってめっちゃ大人気じゃん、マヌケってさ。なんか。声が癖になる。だからこれでしょ。僕は、マヌケだよって。ね、これでしょ？ね。喉大丈夫って何が。あ、もう全然大丈夫じゃない。喉多分壊すかも。明日耳鼻科行く。だからその思いで、今日は配信します。はい。その思いで、俺は刹那的な配信をしようかと思ってるからよろしくお願いします。はい。喉をぶっ壊して、やると思ってますわ。でも、耳鼻科はね、やっぱね、明日が、だって俺昨日本当は行こうかと思ったんだけどさ、なんと、休みなんだもん。休み。なんと休みなんだもん。髭は後で剃るわ。髭はね。龍角散、壊すのか、ぶっ壊す。自傷行為はやめてってないが。は？いいんだよな、どうだっていいんだよ。俺の声は壊れようがどうだっていいんだよ。だいたいライブ近々ねえし、ライブとか。ライブが近々あるんだってやんねえけど。今日ワイルドなヒゲで、ヒゲ後でそれ、もうヒゲ剃るから。ヒゲは。
ヒゲあるか、お前な。どうだっていいだろうな、声はぶっ壊れたって。うん。いや、こんなもん本当にどうだっていい。うん。そんな、その中頑張ってね、僕今配信してるから、ね、そこんとこよろしく。な、お前ら、全員が全員、じゃあお茶爆しろよ。そんな風に、分かってるんだったら、全員が全員、俺に金を投げつけろよ。な、うん、全員が全員。で、今からコンビニ行ってこいよ、金持ってないやつは。コンビニで、なんかすれば、お茶爆が投げれるようになるから。うん。だろ？気持ちがあるんだったら、ね、金がない ちょっと、じゃあ、お茶のくタイム終わったんで、はい。ちょっと一回ボリュームバランスを見たいっす。いつもこれちょっとあれなんで、はい。お茶中でもいいっすよ。ボリュームバランスがちょっとね、うん。かまってちゃん使いすぎたんだよな。ありがとうございます。ありがとうございます。いいコール進行だな、なんだこれ。半分人生と
あれはそうだった。何なんだろうな、俺設定変えてないんだよな、これだけど。マイク、あ、マイクか。じゃあマイク下げるわ。あんま設定変えてないんだよね、あの前回から。はい、ちょマイク下げるね。あ、は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 あ、ちょっとだいぶ下げた。あ、これ今、いい感じや。これ今、あれ、下げてきたよ。あ、ぶっ殺すぞ、これやろ！うぅぅぅぅ！音割れがいい感じ？いや、音割れなんかあっていいから。うん。まあ、治ってない。あ、嘘でしょ？あ。まあ、治ってない？いや、こっち下げてんだけど、ちょっと待って、何が原因なんだろう。ちょっと待ってください。何が原因なんだ、これ。これかなぁ。やべ、余計変なっちゃった。前から離れたら。ちょっとなんか、キザの調子も悪いのかな。イエーイ！音質ダメ、ただのノイズ、鼻たらしみたいになってる。え、それもかっこいいじゃん。あ、マジか。え、ちょっとそんなやばいの。あ、キザがちょっとやっぱ調子悪いのかな。ちょっと検証させてください。いや、なんとかできる。絶対なんとかできる。頑張ろう。頑張ってこう。絶対なんとかできる。イエーイ。ちょっと下がった？治った。あ、これか。これか。イエーイ。はっはっは。え、あ、
よくなった、ちょっとよくなった。あ、じゃあこれかな。はあ、ダメ。なんか割れてるのはさ、なんか機材がなんか壊れ、なんか接触が、ケーブルの接触が悪いかなんか知んないけど。ケーブルの接触がなんか悪いか知んないけど。なんかね。今、ちょっともうちょっと下げるね。いや、絶対いいところ見つかるから。これ今は？これダメ、マジか。マジか。ダメか。え、嘘でしょ？これやっぱ機材とかケーブルの接触のものだと思うな。いや、こういうことよくあるんですよ。よくあるんですよ、こういうのって。スタジオ練習してる間でも、たまにケーブルとかさ、接触がおかしくなること。そう、ちょっとなんかね、たまにあるんだよ。ちょっと待って、これじゃ俺何も聞こえねえな。どうしよっかな。じゃあこっちを下げて、明日我々も耳鼻科か。そんなやばい？ちょ、ごめんね。ギター綺麗。やっぱ声だよね。なんかブツブツ聞こえるっしょ。いや、なんか機材の接触、やっぱ機材がなんか悪いんだよ。ちょっとマシになった？叫んだらちょっとみんななんか耳が潰れる。叫んだらやばい？叫ぶ曲もやりたいんだけど。離れて。あ、離れたらいい。どうですか、皆さん。すいません。あれなんで、こんなやばい時ってなくない？今まで。マジか。今までこんなやばいことそんななかったよね。でもどうしちまったんだ、俺の機材。おい。マジか。どうすればいいんだろう。ちょっとこれ検証した方がいい？ね。シャート。ぶっ壊すともう一回お願いします。いやいや、ちょっとなんかみんなの耳が潰れちゃうの、あれなんか、あれだから。検証、なんかいろいろ試したら多分、シャートなしなら大丈夫。インプット下げてるよ。下げてんだけど、まだ下げる。まあ、ちょっとまだ下げれるから、まず下げるね。あ、は、は。は、は、は、は。はあ、インプット全然まだ下げれるんで、ちょっと下げてみました。ケーブル抜いたらさ、聞こえねえだろ。ケーブル抜いたら、治んない？マジで？これ治んない？いや、今、インプットこっち下げたよ、めっちゃ。どうしてん？どうしたん？これ。原因下げた、下げた、下げた。なんで？ちょっと待って、原因ほんと下げたんだよ。これなんで？マジで。はぁ。ちょっと待って、なんだ？ちょっと待って。ちょっと待って、ほんとわかんねえ。ちょっと待って。ケーブルも差しな。割れてる？オッケー？まだオッケー？さっきよりオッケー？砂嵐割れる？マイク調子悪い？いや、マイクじゃない、マイクじゃない。マイクは全然大丈夫。アカペラの方がいい。
自分でも確認させて。俺の声は聞きづらい。自分でもちょっとさ、確認していい？これ。うわーい！はい。これ好きだけどな、俺。はい、やひどいっすね。まあみんなからしたらひどいのはわかる。いや、なんかこのザラザラ感好きだけどな、俺。なんかこのザラザラ感俺は好きなんだけど。まあまあ、けどみんなから、世間一般からしたら鼻垂らしのカバーしてほしい。いや、なんかね、世間一般の人からしたらこれが無理なのはわかる。無理なのはわかる。これすげえいいじゃん、このノイズ。いや、まあまあ、これ冗談抜きに。このノイズ僕好きなんだけど。まあまあいいや。ちょっと待って。そっか、ごめんね。ちょっとじゃあ、もうちょい下げてみるね。もうちょい下げてみるね。これを下げればいいのかな？インプット。ギターも下がったかな？俺が良いならいいよ。いや、ちょっと今日なるべくね。なんで？あかん？嘘でしょ？何が起こった？いつもと同じ設定なんだけど。いつもと同じ設定なんだけど、これ何なんだろう？マジで？やばい、ちょっと。まあ、イヤホン勢の人すいませんね。何が悪いの？いや、やっぱ機材ってやっぱさ、長く使ってるとさ、やっぱ劣化するからさ。機材は。まあまあ、入力レベルとストレームバランスではってのもあるかもしんないけど。いや、けど長く使ってるとやっぱね、やっぱ劣化するからさ、それもあると思うよ。イヤホンで聞かない方がいいかもしれないね、今日。イヤホン勢の人すいませんね。ただちょっと一回これもか、イヤホンちょっとね、取った方がいい、マジで。ちょ、一回もう一回試したい。なんかちょっとね、試していい？ちょっとでかくなったら、でかくなるかもしれないから、イヤホン外して。ちょっとでかくなる、俺試したいことにもう一つあるから。イヤホン外して。イヤホン外して。いや、ほんと意味わかんねえな。意味わからない。良くなった。治った。さっきより今のところ大丈夫。シャウトするとまたあれかもしんないけど。シャウトするとまたあれじゃない？いや、イヤホン外しといてって。だから、やっぱダメなんだ。ダメなんだ。まあ、ちょっとマシになっただけでダメなんだね。話し声はこもってる。ちょっと待って、どうしちゃったんだろう。シャウトは仕方なくないか。まあまあ、割れててもね、なんか大丈夫なのは大丈夫。ちょっと一回やってくわ。一回これでやってって、なんか無理だったら、ね。無理で、ね。ちょっと一回やるよ、このまま。一回、これはこれでやめないで。みんなちょっと耳に気をつけて。俺叫ぶ曲もやるから、マジで、耳に気をつけてね。叫ぶ曲。耳に気をつけてね。
本当イヤホン勢の人たち、これ本当にマジで今日の配信は。じゃあちょっとルルちゃんからやってみようかな。早速。イエーイイエーイ。ちょっと自分じゃもう聞こえねえんだよな、これ。トークばっか聞こえないけど。今このボイチェになってる？ボイチェになってる今。ボイチェになってる？ルルちゃんやるよ。なってる？俺自分で聞こえないんだよ、自分が。なってない。嘘でしょ。なってないか。勘弁してくれよ。勘弁してくれよ。おい。勘弁してくれよ。勘弁してくれよ。機材がもうダメだわ。勘弁してくれ。落ち着いた。え？イヤホンつけました。なんない？なってない？勘弁してくれよ。いや、ボイチェンついてるぞ。え？なってない？なってない？え、ちょっと待って、なんだこれ？なんかいろいろなんか設定さ、いじくり回したからさ、なんかぶっ壊れちゃった。いろいろせ、なんか設定がぶっ壊れちゃった。いろいろいじくり回しちゃったからさっき。やべえ、めんどくせえ。めんどくせえ。いいや、もう。ボイチェンじゃなくてもいいや。コードが抜けてるから。いや、それは絶対ない。それは絶対ない。接続量でもないよ。裏声で歌おう。裏声で、焦しやからさ、すいません、ちょっとまだこんな。じゃあもういいよ。裏声じゃなくて、地声でも。今日はちょっと特別だ。地声なんて絶対俺二度とやらからね。こういうボイチェン曲、ルルちゃんとかさ。もうじゃあ仕方ねえわ。もうレアでもう仕方ないからやってやるよ、地声で。いや、俺地声嫌なんだよ、地声で歌うのさ。ルルちゃんとかさ。いや、地声嫌なんだよ、マジで。ファルセットボイス。静止やからさ、俺嫌なんだよ、ほんとに。嫌なんだよ。なんか。裏声で、いや、裏声。おちょまく挨拶。中央線に飛び込んで、はた迷惑なやつだと言われて、出ねえよ。おちょまく挨拶。喉もやっぱちょっと枯れてるから、出ない、裏声は。中央線に飛び込んで、はた迷惑なやつだと言われて。これ。おちょまく挨拶。おちょまく挨拶。レア版。いや、地声はこれだよ。いや、これちょっと待って。これダメだろ、本当に。おちょまかあさす、この声、この声だと。この性質だとダメでしょ、おちょまかあさす。ダメだ、かわいいと。かわいいって。おちょまかあさす、ね。いやーもうさ、これ、ボイチェン曲いっぱいある。やだよ、全部あれなんか、畜生みたいな、なんだっけ、あいつの名前。畜生って言ってるよ、あの芸人。みたいな声になるからやだよ。おちょまくあいさつ、そう、小梅太夫みたいな、これ。おちょまくあいさつ、こういう、小梅太夫になる、これ。小梅太夫みたいになるから、あえてボイチェンじゃない聞いたい。まあ逆にね、みんなからしたらね、あるかもしんないね。俺は嫌なんだよ。おちょまくあいさつ、小梅は一流芸人だぞ。して、そうなんだ。小梅だよみたいになるんだよ。おちょまガーザス。いやー、ちょっと機材トラブルなえるな。おちょまガーザス。いくつになったら、いや、ちょっと待って、機材トラブルマジなえるわ。なんでこんなんさ、久々じゃない？おちょまガーザス。最近そんな、ね、なんかマジで2、3年ぶりだよな、こんな。なんか昔の配信で1回あったけどさ、1回2回。なんか機材トラブルみたいなのなえるわ。頑張るわ。なえるけど頑張るわ。テンション下がっちゃった。のこさん顔変わりました。整形しました。ケーブルかな。悪くはない。頑張れ。なえるね。レアだ。なんでか、その日もある。頑張って頑張。お願いします。だから頑張るから。なえてるけど頑張るから。
じゃあちょっとね、じゃあやりますわ。ちょっとコメント歌ってる最中見えないからごめんね。ごめんね、歌ってる最中はコメント見えないんだよ。うん。歌ってる最中はコメント見え、歌ってっから見えに決まってんだろ、歌ってんだからよ。見えうとお前そんなもん。なあ。第三の目がないと見えないよ。三つ目が通るくんじゃないと。ほんと俺ね、ここまで近づかないと見えないわ。うん。気にしないで。俺すげえ顔してんな、今。やべえ顔してんな。いや、ほんとここまでから見えないんだわ、マジで。うん。すげえ顔して。ほんと悪い人の顔してんな。じゃあ、ルーちゃん、ザ最新ね、80万回再生、ありがとうございます、皆さんね。MV ね、80万回再生。うん。1週間で80万回再生ってすごいな。新生活マッチの初めてです。なんか自分でさ、だから今機材さ、なんかお前らには絶対伝わんないんだけどさ、今まではさ、これさ、ヘッドホン越しでさ、自分の声とかギター聞こえたんだよ。でも今さ、いろいろなんか設定いじくってさ、お前らがうるせえっつうから、聞こえなくなっちゃった。何も聞こえねえんだよ、これ。ヘッドホン意味ねえんだよ、だったら。ヘッドホンこれ意味ねえんだよ、だからヘッドホンなんかしなくてもいいんだよ、俺。うん。自分の声とかなんかギターとか聞こえるのが一番良かったからさ。もうヘッドホン外すわ。じゃあ行きます。ワン、ツー、スリー、フォー、デルデッデッ。ができない帰り道夕暮れは時々優しく飛び、あ、ごめんね、やっぱりヘッドホンするわすいません、ごめんなさいやっぱりヘッドホンするわ、うん、なんかヘッドホンした方がなんかヘッドホンした方がなんか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 なの、うん、なんか集中しやすい。わあ、酒飲もう。いや、緊張すんな。なんか緊張するんすよ、マジで。期待配信。さあ、今、ちょっと酔っ払ってるけど、緊張するよ。ワン、ツー、ワン、ツー、スリー、ツー、で、ああ。友達ができない帰り道夕暮れは時々優しく飛び交うデータの中で街のブルースが私を壊した。中央線に飛び込んで初めは不明だと言われていつだってそこにいたんだ。少女はさっさと死んじゃった。
ならだろう。寝言を話すならさ、ひたすら愛しして終わったと思うよ。この最低な気持ちなんか前に中央線に飛び込んで迷惑なんだと言われて、いつだって一人でいたんだ。少女はさっさと死んじゃった。 FBI に来たってわかんないからね。メッセージいつだって叫んでたんだって。やべ、テンション上がんねえわ。やっぱいつもとなんか違う環境で、やばすぎる。やっぱ自分のなんか声とギター聞こえ、ヘッドホン越しで聞こえてるって全然違うな。全然テンション上がんねえ。めっちゃ良かった、ほんと。良かった良かった。そっちが良かったんだ。いいな、そっちだけ良くて。俺全然なんテンション上がんねえよ。うん。普通の声もいい。あ、ほんとめっちゃ良かった。俺さ、自分の声、ヘッドホン越しで聞こえないからさ、ギターとかさ。全然テンション上がんねえんだよね。あ、全然テンション上がんねえ。あ、でもそっちが良かったんだったらまあいいや。いや、今日はテンション上がらんわ。うん。友達なんていらないし、聞きたいな。だってボイチェンだから無理なんでしょ。うん。ボイチェンが、僕の、このボイチェンが、だってボイチェンになってないでしょ、今俺。うん。あ、だからイカれたニートとかは全然やっていいよ。のこさんがテンション上がることしよう。雑談。うん。俺がテンション上がること、今上がるとすら雑談。うん。あれって、でも今日は今、弾き語り配信だから弾き語り配信やるよ。弾き語り配信やる。別にテンション上がんなくてもいいよ。テンション上げる必要もないしな。うん。テンション上げる必要もないしな。うん、まあ、傷は仕方ねえ。行かれたニートとか後でやるよ。うん。アルティメットレーザーとか、イカれたニートとか、あとでやるよ。バイキン1号ね。あ、ちょっとバイキン1号やろっか。ちょっと、自動カルテから、新しいアルバムか、ちょっとやろうぜ。新しいアルバム、全然やってないもんな、ライブでな。うん。ちょっと待って。なんだっけ、バイキン1号。バイキン1号の歌詞はどこだ。いや、でも本当にやってないよね。今回のメラコリツアーでも。あれねえじゃん。バイキン1号あった。よし。ちょっとバイキン1号ちょっとやるわ。ゲーム実況。ピストルズ頼む。俺、セックスピストルズ昔弾けたんだけどね。バイエーイアラルラミャマンバディーズとか、いろいろコピーしたの俺な。セックスピストルズ。今けど忘れちゃったコード。まあ、クソみてえなコード、クソみてえなっていうか簡単なコード進行だから、すぐ思い出せると思うけど。じゃあバイキン1号ちょっと行くわ。うん。ワン、ツー、ワン、ツー、スリー、トゥディディディバイキンみたいさ、俺はなっちゃったもんさ。きっと普通の人間さんは友達や恋人を作るでしょう。愛されず認められず別れちまったよ。僕に合ってるのかな、君に会えるのかな。Bye.
声枯れてるよ。だから痰が絡むんだもん。病み上がりで痰が絡むんだもん。眠いの？いや眠いとかじゃないよ。うん。起きたばっかだよ俺。うん。眠いのかって何が？いや眠いとかじゃないよ。うん。起きたばっかだから俺。うん。はあ。起きたばっかで、まああくびが出るってのはあるんだけど、起きたばっかでこんな弾き語り配信してあくびなんか出るわけないよな。まあ、歌いたい？どっちでも？ああ。乗らない乗らない。ああ、乗らない乗らない。乗らないけど、まあ全然やるよ。ああ。雑談なんかいつでもできるから。いや、チェコさ、まあ、一番はさ、俺さ、設定をさ、絶対直せるはずなんだよね。静か雑談しよう。いや、なんかね、できると思うんだよ、設定。なんか、どこでおかしくなっ。あ！え、嘘でしょ？え、嘘でしょ？嘘でしょ？え、マイクが、ウェブカメラが音拾ってんだけど。え？嘘っしょ？ウェブカメラがマイク、え？嘘っしょ？ウェブカメラが拾ってんだけど音。え、ちょっと待って。嘘っしょ？嘘っしょ？嘘っしょ？ずっとこいつじゃなくて、このウェブカメラが付属マイクが音拾った。
嘘でしょ。え、マジかよ。え、ちょっと待って。ウェブカメラが直接拾ったん、俺の声と。俺の声とギターを。え、マジかよ、ふざけんなよ、こいつ。え、こんなことある？え、ちょっと待って、こっちいろいろいじっちゃったんだけど。こっちいろいろいじっちゃったんだけど。米見てよってないが。まあいいや。ちょっとじゃあ一回直すな。またイヤホン取った方がいいよ。イヤホン取った方がいい。マジ、耳ぶっ壊れるかもしれないから。コメント欄読めや。ああ、コメント欄。コメント欄読めやって何言ってんだよ。うん。俺の目につかなかっただけだろ、そのコメントは。コメント見てるよ。歌ってる最中は、読めねえって言ってんだろ。うん。でもびっくりした。直すから。そう、今から直すから、そう。直すから、イヤホンから、耳。いや、びっくりした。いきなりちょっとうるさくなっちゃうかもしれないから、元に戻すわ、これ。いろいろいじくっちゃった。いや、ちょっと待って、いろいろいじくっちゃったわ、これ。こんなことする必要があったな。マジか。ちょっと待って。マイクは、じゃあ今、とりあえず、いきなりうるさくなるかもしれないから、原因分かってよかったけど、ちょっと待って。これを、これ変えるやん。ちょっとじゃあ、変えるね。今これで、ちょっとウェブカメからじゃなくなったと思うんですけれども、多分ね。まあ音がやっぱ変わったっしょ。これがやっぱいつもの感じだから。クリアになった。めっちゃ良くなった。で、これちょっとさ、叫んでみていい？いつもの音だ。これ叫んでみていい？ボイチェン？あ、ちょっと待って、ボイチェンもね、ちょっと待って。そうだよ、ボイチェンがさ、聞くわけねえよな、ウェブカメのさ、こいつのさ、なぁ、こいつの音、こいつが全部音拾ったんだから、聞くわけねえよな、ボイチェンが。ただちょっとうるさいかもしんない。うるさくない。中性に取り込んで、はた迷惑なやつだと言われて、いつだって一人でいたね。大変だ。大変だ。配信って大変だよ。やっぱ機材トラブルあるから。機材トラブルはたまにあるから大変だよ。これ叫んだらどうなるんだろう。叫んだらまたあれなんかな。ちょっと割れると思うよ。ミサコボーカーの曲もできる。何でもできるよ。割れてない。やっぱ全然違うんだね。ウェブカメのやつと。宇宙人、OS 宇宙人。OS 宇宙人も最近バズったから、やってもいいよ。OS 宇宙人やろっか。OS 宇宙人やろ。OS 宇宙人の弾き語りって初めてじゃない？
過去にやったことあるっけ？何回かあるか、なんか配信で。配信で何回かあるよね。最近ツイッターのトレンドでバズってツイッターのトレンド入りしたね、OS 宇宙人。ただこれあと、あの初見さんの人には申し訳ないけど、ギターの音をあのね拾っちゃうんですよ。あなんつうかボイチェンにすると、あだからちょっとね、あっちや、そう拾っちゃうんですよ。拾っちゃうのめっちゃだからそれは耐えて、それは耐えて、そうそうそう、それはそうそう、耐えてこれはもうしょうがない、これはもうちょっとしょうがないんで、はい。ああ、これちょびっとはテンション上がればいいな。ちょびっとはテンション上がればいいな。よかったよかったけど、原因分かって。もうテンション下がっちゃったよ。もう俺ウイスキー飲んでんのにさ、全然酔いが冷めたもん。酔いが冷めた。まあ、それでもやりますよ。ガタガタ言わずに。2年生バカは一人、ここの街の空見上げるサボり学生。2年生バカは一人、緩和だからしょうがない。今日は声の状態はズタボロです。でも歌います。はい、ちょっとじゃあちょっと聞きづらいかもしれませんが、 OS 宇宙人の弾き語りあります。はい、この街の空見上げるサボり学生、パジャマ着てる夏休みか、コスに中退、地球で宇宙人なんて当たっても、うちも待ち合わせ室にはもっと変なあなたがいたの、受信してるか、消してみるとみんなが叫ぶ中で、とじくり見ているあなたがいた、ただテレパシー気持ちが電波が違くても、きっとね何か掴んでくれてる、休みがコースに中退、社会で宇宙人なんてあたたっても、宇宙の立ち合わせ室でベイビーまた逃げりあるよね、愛してくれるからとくれたりしてみると、みんなが叫ぶ中でじっくり見ているあなたがいたから、テレパシー気持ちが電波が違くっても、きっとね何か掴んでくれてる、あなたのことがすげー、受信してくれるのかなと今してるんです、なんだかんだでそばにいてくれてる、あなたのことが好きなんです、あなたのことが好きなんです、あなた
Thank you, thank you! まあちょびっとはテンション上がるな。やっぱこれがいつもの感じだわ。これがいつもの感じだわ。うん、これがいつもの感じ。ちょっとルルちゃんもさっきできなかったから、ボイチェンバージョンでもう一回聞いて。あ、ルルちゃんも。ルル、弾き当たり、センキュー。ちょ、ルルちゃんもちょっとやら、日当たりでちょっとやらして。うん。電波、女と青春男。なあ、第2期ちょっと来てもらいたいな、これな。あ、いや、2回も、いや、全然。あの、地声バージョンで先ほど、お尋ねしました。はい。こたつもあって、いや、まだまだ歌いますよ。あ、おちょばくタイムス来てないけど、はい。今、おちょばくタイムか。ちょっとおちょばくタイム終わったらやるわ。来てほしい。2期もオープニングお願いします。いや、2期来たらさ、オープニング僕でしょ。それは、おちょばくタイムス、おちょばくタイムス。あ、青春やがざっす。ね。いや、でもさ、ほんとさ、電波女さ、2期来たらさ、カメちゃんとまたさ、やりたい。おちょばくタイムス。ね。あ、青春やがざっす。おちょばくタイムス、カメちゃんと建物エンディングもお願いします。エンディングはあれ相対性理論だろ？薬師丸のえっちゃん。精神薬剤剤。えっちゃん元気？相対性理論のさ、薬師丸えっちゃん元気なの？あの子。おちょばく剤剤。カメちゃん今麻雀してますよ。声優やってるでしょ？今もう。わからんが。おちょばく剤剤。今も声優やってるでしょ？カメちゃん。うん。えっちゃんは元気なの？いやけどまたね、カメちゃんでね、ボーカルでね、エリオとかまってちゃんでやりたいな。精神薬ガーザス。エリオとかまってちゃんで俺はやりたい。また次第2期あったとしたら。おちょばガーザス。うん、おちょばが可愛いかし、あれとね。カメちゃん全然見ないってこと？おちょばガーザス。エンディングもいいですよね。エンディング？あ、相対性理論が、の、なんか作ったやつ？薬師丸悦子のやつでしょ。おちょばガーザス。まあ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 。いや、俺の曲に比べたら、まあまあ、僕はね、ほんと、天才あんねん。おちょばくタイムス、精神薬剤剤。あのね、俺、ほんとにね、あの、アニメタイアップを俺によこせ。な。業界の人はマジでよこせ。ほんとに決めてやるから。進撃の巨人も決めたろ？進撃の巨人の夕暮れの鳥も。な。進撃の巨人、ね、あの、恋やめ。な、もうだからさ、タイアップをよこせよ。精神薬剤剤。こたつからない。ほんとね、悪の花も決めたしさ。精神薬剤剤。アニメに向いてる。いや、そうだよ。いや、絶対俺決めるから。悪の花な。うん。絶対に俺は決めるか。アニメタイアップ。さあ、よこせや。お前ら早くよこせよ。お前ら早くよこせ。なあ。恋雨もよかったっしょ。夕暮れ鳥もよかったっしょ。相性がアニメといいんだよ、僕は。サンダーキャッツもそうだし、決めてやる、待っとけ。進撃は驚いたってな。アニメぴったり。のこさんから売り込んでんじゃん、今。お前らに。お前ら早く大人になってのこさんを使え。早く、間に合わなくなっても知らんぞ。間に合わなくなっても知らんぞ。おちょばくタイムス。なあ。お前らが大人にな、早くさっさとね、タイム風呂敷に包まれて、あ、大人になれや！ドラえもんの道具の。そうすればお前らが偉くなって、神聖かまってちゃんを使えよ、早く。おい。早くしろよ、早く。もう就職しちまった、やめろ。やめろ、今からやめろ。やめて、早く、お前ら。早く、おむすびのタイアップよこせ。就職したとしても別におむすびの会社だったらさ、な。いや、おむすびの会社だったら、あれ、おいだ、使えるだろ、おむすびのタイアップ。なんかそういったのでもいいからさ、タイアップ。な。うちの食品メーカーだからそう、だから欲しいって。欲しいって、だから売り込んでくれって。うん、だからお前ら、もう社会人も別にそんなおむすびとかさ、あ、たらこでもいいよ。たらこでもいいからさ、たらこスパゲッティでもいいから早くよこせ！今すぐよこせ！今すぐ天から降ってこねえかな！今すぐ天からタイアップが、バーンって、なあ、降ってこねえかな。おい、誰が降ってこいよ、早くタイアップ。今すぐに、トマトも何でもいい、トマトでも本当にな。
トマトでもサイゼリアでも何でもやるから、何でもやるからじゃなくて何でも本当やるから。タイアップ、私とタイアップしてどういうことだお前、私とタイアップしてどういうことや意味不明なこと言うな、私とタイアップしてってどういう意味だ猫とタイアップ、トマトおむすぎ、拡散するしか、いや配信もだから業界人の人見てるんで、それこそ進撃の巨人の伊沢先生もたまに見てるってさ言ってたしさ、ね、前月先生、恋雨の前月先生もさ、だから恋雨の前月先生映画タイアップ俺決まったのは、あれ決まったきっかけって日当たり配信なんだよ。日当たり配信で前月先生がたまたまね、あのツイキャスの日当たり配信俺の見て、それでそれでなんか興味持って、それで俺に興味持ってくれて、それで映画タイアップが決まったんだよ。だからきっかけなんだよツイキャス、ツイキャスがきっかけなんだよ。すごくないこれ。引き当たり配信なんだって前月先生に、だから対談した時聞いたら、そうだよ、映画タイアップあれ決まったきっかけってツイキャスなんだよ。だからツイキャスもだからさ、全然だから誰が見てるかわかんねえんだよ、誰が見てるかわかんねえんだよツイキャスも。マジマジマジ。いや俺の実力とかじゃなくて、やっぱツイキャス。だからこんなクソみてえなさね、あのさ光り配信でもさね、全然拾ってくれる人いるんだよ。すごいね、チャンスが無限。ほんといろんな人見てるからねツイキャスって。いやツイキャスほんとそうだよ、いろんな人見てるよね。岡村康幸を見てるし、ほんと誰が見てるかわかんねえわ。知ってもらうきっかけになる。親父を見てんじゃん見てるとき。もっと売り込んでいこうよって、なんか十分売り込んでんだろ、十分売り込んでんだろ。だから何がきっかけになるかわかんねえんだよさあ、私を見てるで。だからお前早くタイプ起こせ、お前早くタイプ起こせや。お前らの中にもだからさ、そういったさ業界人がいるかどうか知んないけど、将来業界人になって新生かまちゃん使ってくれやな。あ、間に合わなくなっても知らんぞ。眉毛どうした、えらいね、のこさん私の絵使ってくれ。だからお前もね、わかる、どんなやつか知んねえけど、お前ら絵描いてるやつも有名になれば俺ピックアップするから、するとき逆にな、逆にな。お前らバンドマンもそうだよ、いいバンド組んで、俺ねビビってきたら対バンだってさ、それはするよ。対バンとかさ殴り合いとか、しますよ。ルルちゃん自殺配信しやろ。はぁ、1,2,3,4 友達ができない帰り道、夕暮れは時々優しく飛び交うデータの中で、街のブルースが橋を壊した、中央線に飛び込んで、あと迷惑なやつだと言われて、いつだってそこにいたんだ、少女はさっさと死んじゃった。 FBI に聞いたってわかんない彼女のメッセージ、いつだって叫んでたんだって。チャネリング夜空広げてく野良猫とワルツを踊った飛び交うデータの中で、街のブルースが橋を壊した。 UFO に飛び乗って、好奇じゃないのよママ聞いて、いつだって
飛んでいたんだ少女はさっさと死んじゃった MI に来たってわかんない彼女のメッセージいつだって叫んでたんだって授業勉強が終わったら寝言話すのさ自殺配信してお墓でも勝てよこの最低な気持ちなくなる前に中央線に飛び込んで後迷惑なやつだと言われていつだってそこにいたんだ少女はさっさと死んじゃった屋根の上の猫たちだたまた悪い人間に下していつだって叫んでたんだってもう立てようこの最低な気持ちなくなる前に中央線に飛び込んで迷惑なやつだと言われていつだってそこにいたんだ少女はさっさと死んじゃった FBI に聞いたってわかんない彼女のメッセージいつだって叫んでたんだってはいどうもルーちゃんの自殺配信でした。いやいや最高ですね、よかったですね。じゃあちょっと僕まだ歌いたい曲やっていこうかな。うん、ちょっと歌いたい曲やっていこうかな。スローなのよかった。うん、ちょっとそういうのもはみ入れつつ。9時か、今9時か。うん、 OS 中心歌ったらボゲ、おい歌ったらボゲ、おいもう耳ついてんのかお前。次はじゃあカエルの歌歌おう。カエルの歌というまだ新生活待ってちゃんでリリースがされてない曲をやります。未発表曲をやります。カエルの歌っていう未発表曲を。おばあちゃん家に行きました。見つかるとまずいからタンがやべ。たまに怒った猫みたいになるからタンを出したくて怒った猫みたいになるのはちょっとご了承ください。
まずいから会いに来たわけじゃないぜ。だから繰り返されたすべてやつさ、おばあちゃんまだ起こさないでね、僕のお墓よりも苦しいの。いやだ今あの子に触る、僕は今あの子を殴る。ひっくり返したカエルの夜にあの子の顔を殴り続けた。これはカエルの歌っていう曲で未発表曲です。まだこれから多分新生かまっちゃんのアルバムでいつか出します。これもライブでいつかやってみたいな。ほんとやっぱまあこれはメロディーよね。うん、メロディーっすよねカエルの歌。うん、まあ言ってもバンドでまだメロあのアルバムとして出してない曲ってやっぱあの全世界のカスドモニエとか他にもいろいろあるけど、うん、歌詞がまだ仮歌詞しかないんだよね。全世界のカスドリエとかさ、うん、バンドで聴きたいすごい名曲でもまだ全然まだいっぱいある。ヘッポコ聖剣士とか、うん、だからまだまだちょっとね、
いやけど今年やっぱアルバムは出ないんじゃないかな。来年だと思うな俺やっぱ。俺はね多分ね、こう言ってミニアルバムとか出すかもしんねえけど、ちょっとなって今年は出さねえんじゃないかな。ちょっとサポートのベースの人との兼ね合いもあるし、恋はエンドロールグッドナイトだから曲はいっぱいあるんだよ。曲は別にフルアルバムで出せるんだよ。今年もねマジでフルアルバムで出せるぐらい、あのストックってめっちゃいっぱいある。そうめっちゃストックいっぱいあるんだよ。別に今年フルアルバム出すってさっき出したろ、出せやってさっき出したろ。おかしいよお前ら、狂ってるよ。新生かまってちゃんと付き合いすぎて、さっき出したろアルバム自動カルテ。いや真面目な話、自動カルテ出したばっかだろうが。本当にさ、あの出せや出せやって言うけど出してもいいよ。じゃあ逆に出してもいいけど、あれだよ、ストックとか別にそれは当然あるし、出して出して出していっぱい出してって、そしたらあれよ、多分 いつかあれなんか5年間10年間空いたりするかもしれない。もっと空くかもしれない。20年間とか、いっぱいいっぱい出しちゃうと。別に俺もそんなめちゃめちゃ曲ね、あの作れるけどさ、そんな落ち着かないもん。そうだから俺は新生かまってちゃうのためにもっとゆっくりやってもいいんじゃないかなって。ライブ活動とかもなくなっちゃうよね。ライブ活動はすんのかな、まあわかんないけど、10年間とか5年間とかさすがにアルバム出さなくなったらライブ活動すらなくなっちゃう。だからそうゆっくりの方がいいと思うんだよ俺。新生かま俺の自分のためにも言ってるけど、あの新生かまってちゃん の活動のためにも言ってんだよ。もっと余裕持って新生かまっちゃんやんないと。だって俺らってさ、新生かまっちゃんって別にもうさ、昔はあの短くさ、あのさっさと解散するようなバンドのイメージだったじゃん。まあ別に俺もそんなイメージでやってないけど、なんか今はさ、俺はもう細く長くっていう感じのバンドじゃん、新生かまってちゃんって。そう細く長くじゃん。だから全然もうそんな焦る必要なくないって、俺は思ってんの単純に。そう余裕は、よそ余裕とか必要よね。急いでどうするって思うよ。急いでどうすんの。お前らなんかあれなの、みんなつうか世間の人は、お前らじゃなくてあの世間のあのアーティストとか忘れられたくないんだろうな、世の中に。そういうのってまあ早い話が、まあアイドルとかもそうだけど、バンドだけじゃないけど芸能人とかさ、なね、忘れられたくないんだろうな。俺別に忘れ去られてもいいもん。マジな話、忘れ去られたってあの金稼げるから、インターネットがあれば。インターネットがあれば金稼げるから。マジで、いやだって金が全てだもん、仕事なんて。俺にとってだって仕事なんて金が全てだから。いやマジな話、潔いとかじゃなくて、いや本当に金が全てなんだよ。金がまあ全てとは言わないけど、その大体金なんだよ。だから自己顕示欲満たされないよってないか、配信すればいいじゃん。配信すればいいじゃん。あと俺別に自分で曲乗っけられるし、新曲 YouTube でも PV 撮って、ね、インターネットがあるんだよね。だからさ、別にまあそこはそう、本当にそうでさ、昔から。まあでもやっぱ売れたいよな。売れたいってか、まあ新規のファンがつくっていうのはやっぱね、アルバム出した方がね、まあなんかそこで、まあちょっと今回の ルルちゃんみたいな、今回のルルちゃんは大成功だな。これで新規のファンがついたからさ、だからその新規のファンをつけるっていう意味でおいては、やっぱりまたアニメーション MV とか作ってね、できたらいいなとは思うよな。新規マジでなんか増えた気する。だってさ、
なんかリスナー数が増えてんだよな。まず俺だって640人もいねえぞ普段。これリスナー数、日語り配信やっても、日語り配信やってもだっていつも500人とかだじゃん。500人とかじゃん。150人増えてんじゃん。そういつもそう500人じゃん。これ結構新参者です、よろしくお願いします。あの新規のねファンの方々よろしくお願いします。昔のファンが戻ってきた。違うね、絶対これルルちゃんだね。あとこれこれのあのなんか、そうそう、これたんリスナーが引っ越し、これこれのリスナーもそうなんかな。そんなにいないんじゃないかな今は。これこれリスナーは今いないんじゃないかな、そんな。OS 宇宙人が再評価。あーなんかね、でもそういうのもあるかもしんないな。これこれの人は多分、いやいないと思うよそんな。2、3人ぐらいでしょ、これから来た人なん、これこれから来た人なんて。嘘でしょ。俺そんないないと思ってっけんな。昔見てて、ああ、戻ってきた。ああ、出戻りリスナーもいるんだ。増えたのは、ツアーファイナル。荒らしてたよって。荒らしでもないだろ、あれ別に。俺のあの炎上の件だろ。今日は、むしろ何、何減った人これリスいるかな。いや、だからいない、いや、多分、これリスなんか別に俺の弾き語り配信なんか聞くわけないし、まあ当然ね、雑談配信だったらまだしも。今、これ今、弾き語り配信やって、650人っていうのは、やはり、やっぱ最近新規のファンがちょっと増えたっていうのは多分あると思うよ。実際俺リプラン、ツイッターのリプランでもやっぱさ、最近好きになりましたって、ルルちゃんから好きになりましたとかさ、そう、いろんなやっぱリプ、ちらほら磨けんだよな。のこさんもゲーム実況しようよ。売れる？あ、ほんと？そう、大体弾き語りしたら減ったじゃん。良い兆し？まあ、ここら辺を減らさないようにな。減らさないように頑張っていかねえとな、俺もな。まあまあ、ロム線の人もいっぱいいると思うけど、新規の人から飽きられないように、飽きられない、いや飽きられるとかじゃなくて、いや、なんか変なこと言って、減らさない、暴言とかね、慎んでいかないと。10年前に、かまっちゃんよく聞いてて、ああ、これこれから来た人もいるんだ。へえ、10年前にかまっちゃんが来て、昨日のこれこれで思い出して、よく来たな、昨日の暴露枠で。そっからよく来たな。まあ人間だからよ。痰は引いてる。いや、いろんな人いるから、タバコもね、吸わないようにさ、な、ちょっとタバコ吸いたくなってきた。いろんなことをちょっと気をつけていかないと。暴言とか、アーシャから来る人なんかいねえだろ。これこれ配信聞いてないんだけど、なんかあったの？なんか女子高生と俺が淫行して、10年前に女子高生とセックスして、なんかその女がこれこれの枠にあの突して、それでなんかそんな感じ。俺は覚えてない。誰かわかんない。顔見せてくれないと誰かわかんない。さっきも言ったけど。誰かわかんない。でもしてないよね。わからん。だ本人の顔がわかんねえんだから。したんかいってないが、10年前だもんな。10年したかな、どうかも忘れたわ。JK 何人ってやったの？本人が最後あやふだった。そうなんだ。俺もわからん。だからね、なんか寝顔のだからさ、あの写真があるんでしょ。ただそれを出されたとしても、本人が誰かわかんねえから、謝るにしてもね、よく、とりあえずよくわかんねえね、今のところは、現状は。寝顔の写真が。俺もいっぱい撮られてんのかな、今までファンとさ、食ってきてさ、ファンとセックスしてきてさ、
俺の寝顔の写真持ってるやつさ、今お前らなんかさ、ね、俺とセックスしたやつさ、リスナーの中にいるかもしんないけどさ、見撮ってんのやめろよそんなんよ本当にさ、それは卑怯だぞそれは卑怯、卑怯だぞお前そんなうん、いいなね、撮られそんなことするんつね、楽しくエッチしたじゃんな、楽しくエッチした後にその後撮るってのは卑怯だぞ、人が寝てる間にな記念でしょいや記念だ、いや記念だったら別にまあいいけど、いや俺のエッチ楽しんだって、いや別に俺今までファンとセックスしたことは今までいっぱいあるけどさ、そんなんさ全部笑顔でセックスしたぜ、うん、怒りながらセックスしたことなんか一回もねえぞお前怒りながらさセックスしたことなんかいねえぞなあ、マジでさ、まあまあでもまあまあそういうことがね、あの昨日なんかあったって感じ、うん、ハメ撮りとかするわけねえだろさすがにそんなするわけないじゃん、うん、まあまあでもそんなやってるやつはやってるよお前ら、けどのこさんは信用ならないわ、のこさんで信用ならないんだったら他のミュージシャンな、有名人な、やってるやつなんかいっぱい、のこさんなんて氷山の一角だろな、俺は素直でこんな風にペラペラ言ってっけどさ、ファンとセックスしたことはなんてさ、今までさ、うん、氷山の一角だろなんて、俺よりもえげつねえことやってるやついるからな、ちなみに、うん、俺は聞いたことあるぞ、うん、俺は聞いたことあるぞ、えげつ乱行とかさ、ひでえよ、うん、こいつほんとマジかよって、うん、いやマジマジマジ、うん、俺それは誰言うわけねえだろバカ絶対言わねえよ、あ落ちまかえざっす、うん、今もファン食ってたら笑います、あ何か俺がそんなするわけないだろ、3年間も彼女いなくてよなあ、そんなするわけねえだろ、有名な人美佐子じゃないなら何の問題ねえ、来てないけどイメージにまた下品なで新規もいるかもなのに、いや別にこんなん別にみんなやってっから、うん、何人かまとめてってこと、乱行、そう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 、そういうのあるんだよ芸能界、やばくない、ちょばくやざんすねえ、混ぜてくれよなあそんなんさ、うん、一回ぐらいやってみてよそんな V けど風俗行ってるのって海外は気をつけた方がいいらしい、そうなんだ、混ぜてくる、混ざるのよって、いや、男だったら混ざりたいだろそんな、男だったら一回ぐらい経験してみてえだろなあ、 3P とかよなあ、また減らすスタイル貫くって、あこれで俺はこういうこと言って、あのファンやめるってやつはもともともう無理だから、新生かまっちゃんの曲を聴くこと自体は無理だし、うん、なあもう新生かまっちゃんの音楽も俺自身だしさ、お茶爆やざす、うん、それはそんな無理よね、うん、俺の曲聴いててむしろこういう話が無理っていう人が俺はよ逆によくわかんねえな、お茶爆発です、うん、逆に俺はわかんねえよ、うん、お茶爆、いや込み抜けます、何回も聞いたから、うん、まあ結構10代の子とかあれかもな、若い子なんか小学生とか中学生とかもいるから、ピュアな子からしたら確かに弾いてる人はいる、うん、いややっぱ10代とか、うん、10代のやっぱね若い連中はそうやろ、うん、もう20ってかもう30代とか20代とかになってくるとこんなもう当たり前ってくんね、うん、マジでね、いろんな価値観がまああるからね、うん、そう確かにいろんな価値観あるからな、まあ別に小学生とか中学生関係ねえか、いろんな価値観があるからな、うん、別にセックスなんかさ俺のやつ俺だってやってるしさ、なやってる時はさ
やいやいや、だってやってんだよ。あの芸能人とか有名人に夢を見ない方がいいぜ。俺いつも昔から配信で言ってっけど、みんな裏であのジャニーズだってね、誰だってやってんだよな。うん、誰だってやってんだよ。うん、夢を見たい人が逆に俺の配信は見ない方がいいよ。うん、夢を見たい人は俺の配信見ない方がいいよ。逆にそれよくわかんないけどね、新生かまっちゃん好きで夢を見たい、のこさんに夢を抱いてたいってそんなやついるの？そんなやついるの？あ、そんなやついるのかなって俺も逆に思っちゃう。うん、俺逆にだってさ、逆の立場だったらこういうのこさん大好きだもん。俺逆の立場だったらこういうのこさん大好きなんだけどな。うん、俺やっぱ時代遅れなんだろうな、やっぱ今の時代からしたら。うん、俺こういったペラ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 ね、何でもかんでも言ってくれるのこさん大好きだもん俺。うん、当たり前じゃん、かっこええよ女ピュアのこさむ人間味だって。俺これ以上でもこれ以下でもないもんだって俺って。うん、まあ大体人殺してるわけじゃないかんな。人殺しちゃダメだよみんな、やっぱ。うん、人殺しちゃダメだよ。ああ、飲酒運転でもなんでもね、あの犯罪も気をつけないとダメだ。犯罪はやっちゃう。うん、いやでも本当や。うん、何、佐藤殺さなくてよかったって。ちょっと待って、接触悪いな。そういう人、まあ分かんねえけど音が、うん、プロの歌声聞いたい。ああ前に、いやーなんか今日乗らないんだよね機材トラブル、雑談します。結局雑談してんじゃん。家燃やすな、オッケー、勝手にしてくれ、そっちの家燃やしてくれ。あのさ、機材トラブルがあってからさ、結局やっぱさ、あのさ雑談ばっかして、機材トラブルでもう泣いちゃったんだよね。いやテンションがさ、やっぱさ、今酒飲んで、ウイスキー飲んでんだけどさ、酔えねえ。うん、酔えねえ。ヒゲ剃る？ヒゲ剃るか。うん、テンション上がんない、やっぱ機材トラブル今日。うん、テンション上がりきらん。 OS 良かったやってないわ。 OS やっぱ雑談が一番楽しいわってなってる今。うん、雑談が一番楽しいわってなってる。素人は誰気が聞いてもよっか。じゃあ本当、俺のテンション関係ない？歌は聴きりゃいい。まあそっか、そういうもんかもしんねえな。じゃあ歌うわ。うん、みんなのために歌うから。うん、まあ俺は別にね、テンション別に上がってないけど、そんな完全に上がってねえわけじゃねえからさ。だ何歌おっか。なんかあと喉もさ、なんかね、いや、さそう、イカれたニートとかさ、叫ぶ曲、ちょっと待って、すげえコメントくんな。映画聴きたい。あ、いいよ、映画やって。喉もさ、やっぱなんか本調子じゃないじゃん、俺。うん。映画か。映画とかいい。風。いや、扁桃腺で38度7分まで行ったんだけど、ちょっと病み上がりなんだよ。扁桃腺。それがちょっと痰とか出ちゃって。いいよ。ちょっと俺、ちょっと今日、映画、特別やりたい曲用意してなかったから、みんなのラジコになってやるよ。映画やってやろっか。映画ツアーファイナルでもやったな。ツアーファイナル。久々にやったよね、映画、ツアーファイナルで。サカナクションの映画じゃねえよ、この野郎。なあ。サカナクションも映画って曲書いてんの？今ちょっと Google で歌詞調べてんだけど。ハイローズとサカナクションがあるのか。サカナクション映画？俺聞いたことねえな、この曲。
グッサンはさ、曲書けや、あいつこそ。あいつこそアルバム出せや。サカナクションよ。5年ぶりでアルバム出して、ほとんど何？もうなんか、シングルとかで既存曲？シングルとかでリリースした既存曲ばっか出しちゃってよ。けど、モスは良かった。サカナクションの新しいアルバム、去年だっけ？去年出したやつ。モスって曲良かったな。あの、モスバーガーに提供した。モス良かったよね。あれかっこよかったな、あの曲。モス。サカナクション対バンして。昔はしてたんだよ、新生かまっちゃんもサカナクションと。グッサン、ノッサンって呼んでたんだよ、お互い。山口さんのことグッサンって。俺のことはノッサンって。呼び合ったんだけどさ、売れてからあいつらさ、対バンしてくれなくなったんだよ。なあ。それぞれのペースがあるんじゃね。いやー、それにしても5年間出さないってどういうこっちゃい。5年間は出さなすぎだろ、おい、サカナクション。山口さん、CM やりすぎだ、CM。タイアップ。いや、ほんと、2個ぐらいよこせよ、あいつ、ほんとや。じゃあ、映画って曲やります。じゃあね。はい。これちょ、サカナクション、あ、ついよかった。サカナクション出してねえよな。新生かまっちゃんの、ね、ちょっとツアーファイナルをちょっとね、思い出しつつやってくださいよ。いやー、聞いてくださいよ。ね。あん時よかったね。ツアーファイナルの映画。カメラ目線で君は見上げてるよ。退屈そうな授業空気、窓際の席に君と僕、セピアと呼ばれるようになる。図書室で君を見つけたよ。スローモーションで動いてる。古い映画のように絶賛上映中。巨大な思いを映してる。そうだ、僕は君を見たいのです。ああ、後で君を忘れたいいのに。よし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 。3、2、1でアルバム開いて、記憶をつないで、8ミリフィルムの世界の中へ。後ろ振り向くと君の席シェイク、スピアのロミオとジェラシーだ。よし、後ろにそう回すとき、話しかけようか迷います。オロヤプパンまで行かないけれど、君こそ素敵なヒロインだ。そうだ、僕は君を見たいのです。ああ、後で君を忘れたいいのに。一生目キザ照らし出す放送室かも鳴らす。だんだん色をつけ始める。背景が青い空が現れてきたならさ、景色を一つそこにつけてあげようか。そして季節を一つそこにつけよう。そして奇跡を一つ君に見せよう。 3,2,1 で始めます。準備はいいかい？ 3,2,1,0。 オーディストーションです。僕は君に届けます。ああ、後で君を忘れたいのに。だとしても君の席に、後ろの席に、僕が作った巨大な景色を差し上げます。景色を差し上げます。景色を差し上げます。君に
とてはとてもとても似合うような景色を景色を Thank you。 いい曲だな、いい曲だな、いい曲だな。ああ、いいか、いい曲。メガネした。うわ、ちょっとこのまま歌おっかな。名曲、かっこいいな。やっぱほんといい。歌詞覚えてるんだね。覚えてます、覚えてます。当たり前じゃないですか。覚えてますよ。はい、今 Google 検索してませんよ、歌詞をね。うん、エンジンかかってきたか。いやー、まだだな、まだ 16% ぐらいだな、充電100のうち。うん、猫クラゲお願いします。2年聞きたい。あ、2年いいな。2年やろか。2年も良かったね。いや、に、だってかさ、やっぱアドリブすげえよな。ツアーファイナルもそうなんだけどさ、あの、録画見て、あれ全部アドリブだからね、マジで。ツアーファイナルの時のさ、あの、まあ、ツイキャス配信したっしょ。2年の前のさ、あのラップのさ、あの、モノくんとの掛け合いみたいな。いや、あれ良かったよな。うん、すげえなんか、やっぱアドリブがね、そう、かっこよかった。なんかね、そうそうそう。ああいうのほんと全部アドリブだからね。俺のあのスピーチ以外。ダブルアンコールのスピーチ以外、あれはちょっとだけ用意したけど、MC ね。うん。あのスピーチ以外ね、全部アドリブだから。基本的にかまってちゃう。そう、キラカード以外アドリブです。スピーチは原稿あり。スピーチはだからさ、あの、人は死ぬっていうね。それだけをメモ帳に書いといて、あのね、そのメモ帳っていうか、あの携帯のメモに、人は死ぬんだ、人は死ぬんだみたいな、あと怒鳴る夢で始まったみたいな、あー、なんかね、そんなこと俺言ったじゃん。今日は怒鳴る夢で始まって23歳夏休みで終わったね。これは千葉銀はなんか海を意識したのかとか、そういったことはね、スピーチはね、その MC はにそこだけ用意した。でも基本的にはアドリブだよ、あれも。基本的にけどね、アドリブですよ。うん、でも喋りすぎたな。喋りすぎたな。ほんと喋りすぎたと思ったよ。自分でうぜえなこいつって思ったの。早く引っ込めよって。なんだっけ、2年だ。いや、喋りすぎた。あれは。2年。歌詞。泣いてたしね。うん。違う、千葉銀喋んの諦めたんじゃなくて、千葉銀が泣いてたんだよ。うん。人間臭くて。すーごい、もうここぐらいまで行かないとコメント読めない。千葉銀泣いて泣いてた。初めて、2回目だ、俺2回目だ、あいつが泣いたの。見た。かまってちゃんらしかった。まあね、確かに新生かまってちゃんらしくてね。千葉銀もだから喜んでてよかったわ。最後、ダブルアンコールのあの演出。帰りの車であいつとも話したけど、いや本当にあいつが喜んでくれたのが一番良かったよ。ツアーファイナルだから千葉銀、まあツアーファイナルっていうか千葉銀のラストライブは本当になんかエンターテイメントとしても千葉銀のなんかああいったやつのためにとっても素晴らしいライブになったっていう。それはのこさんすごいよ。やっぱ令和のチャップリンだよ、あれ。のこさんは令和のチャップリンだよ。あれをできるやつは俺しかいねえよ。うん。まあみんなも泣いてたっしょ。うん、こっちもない。いいよ、いや本当に。いや令和のチャップリンだろ、あんなんできるやつ。うん。チャップリンと来たか。キラカード。素晴らしかった。千葉銀会社に車返したの。うん。泣いた。号泣してた。俺の話が長くて俺の話が長くて花を持たせた。そう、花を持たせつつもちゃんとエンターテイメントに仕上げる。はい。
花を持たせつつもちゃんとエンターテイメントに仕上げるっていうのは、あれは 俺にしかできないよ。ああ俺にしかできないぞ、あれは。2年後2年前、知らねえ。3年後3年前、知らねえ。関係ねえ。目の前のことだけでいっぱいさ。ああ月曜日のことでいっぱいさ。あと何時間後のことでいっぱいさ。街を一つ歩く、顔は操れてゆく。時折思うんだ、君は優しすぎだよ。変わる変わる景色の中で、雨降りが僕をまた追いかけると、涙から涙がまた出てくる。約束を守れるわけないじゃんか、なんて言うなよ僕。またいつもの夜にさ、2年後に今の僕らを笑い飛ばせるように。時折僕ら真ん中道歩けますように。赤い空、夕暮れの屋根の下、あの子もどこかにいる。時々そうな気もするんだ、そう信じたいのさ。負け組、負け組、負け組。若い時は僕は、若い時は僕は、もっとやってやれるような気がしてたんだ。街のお隅で僕は、街のお隅で僕は、今にもこの首をちょん切ってやろうとしている。時々も守れるわけないじゃんって、なんて言うなよ僕。またいつもの夜にさ、2年後に今の僕らを笑い飛ばせるように。時々そうねやらかが道歩けますように。赤い空、夕暮れの屋根の下、あの子もどこかにいる。時々そうな気もするんだ、そう信じたい。2年前も僕は同じことをつぶやいたりしたよ。2年前も僕は同じ酒を飲んで語り明かしたんだけど、何か始めないと確か、それがまずアルバイト、今度こそはやってやると思ったり願うのさ。2年後に今の僕らを笑い飛ばせるように。時折僕ら真ん中道歩けますように。赤い空、夕暮れの屋根の下、あの子はどこかにいる。時々そんな気もするんだ、そう信じたいのさ。赤い空、夕暮れの屋根の下、さよならと僕に言う。
んにゃくみたいなやつだなんて思ったんだろうね。だけど僕は行くのさ。そんな手には乗らないんだぜ、そんなバカじゃ。ナイス負け組。あと、うわ、じゃあちょっと何歌おうかな。雲が流れる、イカれたニート歌おう。いや、ちょっと叫ぶ曲から行きたい。叫ぶ曲から行きたい。アルティメットレーザーはやだ。アルティメットレーザーだ、疲れやん。テッドレーザー疲れるよ。そんな聞きたいの？アルティメットレーザー聞きたい？アルティメットレーザー聞きたい？聞きたい？聞きたいの？聞きたい人、そうだよ。聞きたい。聞きたいの？本当に？聞きたいの？マジで？こんな弾き語りで？こんな弾き語りで聞きたいの？じゃあちょっとやってあげよっか。みんなのためにやってあげるよ。やりたくねえけど。私金持ちお嬢ちゃま、血統書付きのお嬢ちゃまです。私はその後の命令を聞かなきゃいけないのよ。そのあなたたち、おしっこがおしっこがおしっこがさせ漏れそうです。おしっこがおしっこが、告知を用意しなさい。どっちお嬢ちゃま、血統書付きのお嬢ちゃまです。私はそのダメレを聞かなきゃいけないのよ。あなたたち、おしっこがおしっこがおしっこです。すすもれそうです。おしっこがおしっこが、早くお口を用意しなきゃ。あなたたちは、アルティメットレイザー、疲れた。めっちゃ噛んでるわ。朝から晩まで僕は知らない。
たから、あ、言い方に、言い方に、鳥は鳥で、僕は知らない歌を歌う。そいつが日記だから、あ、言い方に、そう、言い方に、イカヤタニー、ドーイカヤタお茶爆発っす。見えてなかった。お茶爆発っす。いや今日はね、いや日本最高のシャウトだとか言うけど、今日はねダメだよ。喉がねまだやっぱね完全じゃないな。うん、喉がこんなもん完全じゃねえよ。うん、喉がこんなん完全じゃないな。お茶爆発っす。はい。あ、はなちゃんありがとうございます。うん。病み上がり。うん。今日はとってもいい天気。ちょっと待って、またやるよ。明日耳鼻科楽しみだね。別に楽しみじゃねえよ。お茶爆発なんですけど。まあ、喉も別にそんな痛いってわけじゃないんだけどさ。お茶爆発なんです。なぜ閲覧減る？え、減ってなくない？だから俺増えたんだ、やっぱリスナー。いや俺風呂配信行きたい。お、配信終わらないよ。そもそもヒゲ剃る配信なの今日。うん、扁桃腺炎でそこまでシャウトできたらすごい。いやけど今扁桃腺炎治ってるんだけど、痰がね、痰が残さん疲れな、疲れてるよ。うん、あーちょっとちょっと待って、匿名希望くんやろうぜ。匿名希望くんやりたいんだよ。うん、匿名を希望に生きてしまえば、何を恐れることがあるでしょう。僕を名指しで呼んでくれるか、すべて抱きしめてくれよ今夜。
どれだけどれだけの時を超えたか灯るこの世界の机の下で愛は与えないともらえないって隠れながらも知ってた。そして君が気持ちが悪い僕の名前を呼んでくれた。優しい夜はメロディーが長い詩的な言葉だって生まれていた。どれだけどれだけの時を超えたか人類最大の発明を持って知っても言葉や文字といううらめしい産物それも愛に使えば特命を希望に変えていこうか。君がくれたんだ僕の居場所を。悩みは尽きない雨は降り止まない。先のことも考えすぎてもさしょうがないけどね、しょうがないけどさ。そう、好きだな好きだって気持ちがどんどんとどんどんと肩を叩く胸を叩くように僕の心のこの中に入り込んでくる、入り込んでくるから。ごめんなんだ夜は一緒に溶けていきたいで。うん、やっぱ弾き語りいいね、これ。あっつーあっつーはーい。やっぱ弾き語りいいっすよ、これ。うん、この曲は最後に流れ映画の原作。もともとだから映画タイアップ曲だったからね、名曲しか作れない。またサウナになってきた。ちゃんと水も用意してるから、水もちょっと、あ、うん、いや今日はもう刹那的にやっとるよ。頑張ってみんなのために歌ってるから。ダイレクト、ああ、ああ、VTuber ともコラボするよ。友達なんていらないしね、歌ってほしい。友達なんていらないしねー、なんて優しさだよ。何曲歌ってるんですか。知らん。3曲ぐらいじゃん。いやー、ちょ待って。よいしょ。ビバルゲバルから1曲、ああやるか。そうです。どうしよっかな、何やろうかな。じゃあ全世界の数でもやる。よし言うて一人ぼっちになっちまうってことかい。そんなもの差しで測ってしまうものかよ。目いっぱい泣きたいことがあって
全世界のカスタムに乾杯ベーブクラッシュカピアノのローリングブラックニーカー帰りコンビニで買って全世界のカスタマイズタイで今夜の全てのブライローリングシアトルだがっと刺して知った終わりに今日も元気がないぜ夜勤は終わりにさ足が眩しいと描いて一人ぼっちになっちまったってことかい死んなくない部屋でカモンベイベーまだ飲めな病院帰りに公園蹴ろって儚さってなんだって乾杯ベイベークラッシュカーピアノのローリングブラックニーカー帰りコンビニで買って全世界のカスタマイズそれで今夜の全てのバイオーローリングラストマイストイデック今夜すべてのブラインラーリングトゥルトゥトゥオーマイオーントゥルトゥトゥオーマイオーントゥルトゥトゥオーマイローリングトゥルトゥトゥオーマイオーントゥルトゥトゥオーマイオーントゥルトゥトゥオーマイローリング今のも未発表曲で全世界のカスドモニっていうまだ一応これ仮タイトルだけどタイトル変わるかもしんないからねでもなんか定着しちゃってんななんか俺の中でもさ全世界のカスドモえってなんかちょっともうフィットしすぎててなんかタイトル変えるのもあれな感じすんだよねってなってきてんだよねずっと仮タイトルでなんかやってわからん、ちょっと、うん、まだね、歌詞もね、全部完成してないんだけど。いや、これはね、ライブでやったらね、ライブでやったら盛り上がりますよ。うん。このままでよくない?うん。まあ、みんなやっぱそういう意見多いよね、コメント見ると。バンドでやったら、ライブでやったらライブ映えしますよ、これ。おっさんの夢、あれ、弟やったじゃん。もう全カスって呼んでる。まあだからライブでやるよ、いつか。別にこれはいつか出すから。近いうち出るから。よっしゃ。あっつ。まあだから全カスは全カスでちょっといくかもしれません。タイトルは。あとは、ヘッポコ聖剣士か。ヘッポコ聖剣士いいよな。これだからさ、これもちょっとね、僕ね、次アルバム出すとしたらね、やっぱちょっと MV つく。これこそアニメーション MV とかもいいかなとか思ったりしてんだけどな。ヘッポコ聖剣士。ちょっとわからん。MV をね、まあまあ、なんかしら作りたいなとは考えてんだけどね。ヘッポコ聖剣士。ヘッポコ。アニメーション MV でもアニメーション MV だからあれよタイアップまあタイアップはまたあるとしてアニメーション MV はやっぱ金かかるから次のだから僕がねアルバムまあちょっと EP シングルか今年例えば今年ね
今年か来年シングルかミニアルバムで出すとして、また今回のルルちゃんほどのクオリティのアニメーション MV をラビットマシーンさんに頼みたいんだけど、それちょっとできますかって事務所に聞いたマネージャーに。そしたらやっぱフルアルバムじゃねえから予算がねちょっとどうなるか分かりませんって言われて、予算がどうなるか分かりません、金、世の中金だよ。そう、フルアルバムじゃないと予算がね、いやダメじゃない、いやできるよ、アニメーション MV はできるんだけど、まあちょっといろんな予算の都合でちょっとどうなるか分かりませんみたいなことだね。世の中金ながら自作 MV 作ってよ、なんでうるせえバカね、今作ってよ、おっちゃんこっちで。だからそのヘッポコ整形師のアニメーション MV は、そうルルちゃんがさ、やっぱさこの流れだったら次もアニメーションアニメ連続だと飽きないかな、いや全然別に、うん、まあみんなが飽きるかどうか知らんが、俺はやりたいんだよ、うん。まあまあちょっとそこはね、世の中金だから、そうそうそう、世の中金だからさ、アニメーション MV は作れるよ別に次も。だからまあなんだかんだアニメーション MV あれ今年は自動カルテをどんどん押していけばいいんじゃない。まあだからそうだよ、うん、そういうつもりだよ、俺はそういうつもりだよマジで。まあでも一応音源をシングルでもなんか出せたらいいなと思ってんだ今年、うん、音源ね、シングルでも、シングルで3曲か2曲か知んねえけどさ、うん、タイアップタイアップって言うけど、タイアップなんかいきなり落ちてくるようなもんだよ。ああ期待なんかしない方がいいぜ、期待しない時にいつも来たから俺は、ああ期待なんてするもんじゃねえよ。ビビってばかりじゃダメじゃんかよ、僕の物語を始めなきゃ、しないけれど、ちょっと久々行くわ、ちょっとヘッポコ整形師じゃちょっと久々に俺もちょっと歌いますわあー感冷え、いや、ヘッポコ整形師はキャッチだよ、この曲が。この曲キャッチだよ。Do, one, two, three, four.ビビってばかりじゃダメじゃんかよ、僕の物語を始めなきゃ、守るお姫様さえ癒しないけれど、聖剣はここにある、これでも僕は強くないよ、片手の剣握りしめて、へたれな僕がちゃんとしなきゃなって、社会にほら切り捨てられたんだって、年の割にレベルがない、魔法も唱えられるわけじゃない、信じられる仲間も癒しないけれど、勝負には
負けたくねえ。それでも僕は怯えてるよ。自殺もできなかったあの日も、全てをかけて目覚めてくれ。社会にまた切り捨てられたんだって。さあ行こうぜ僕らは、へっぽこ聖剣士。さあ行こうぜ僕らは、へっぽこ聖剣士。さあ行こうぜ僕らは、へっぽこ聖剣士。さあ行こうぜ、なんて出たらめよ一番おなかした。ものは今まで数えきれないんだ。僕は君を失うまた。そう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 、それなら僕は立ち向かうよ。両手で剣握りしめて、知恵どもクソも目を開けてさ、ちょっとでも足をギャッと革命したいんだって。さあ行こうぜ僕らは、へっぽこ聖剣士。さあ行こうぜ僕らは、へっぽこ聖剣士。くさいよから見えない明日へ走るのさ。まあいいかな、でたらめをそいてもなお、こここここれでもこれでは。あい、あっつい疲れた。はい、いやいや、サンキューサンキューサンキュー、あっつい、もうサウナですよ。風呂入ろう。サンキューサンキューサンキュー。ちょっと待って、あ、開けさせて。暑すぎる。あーしょ、疲れた、ほんと疲れた。お疲れさんです。ありがとうございます。はい。お疲れさんです。ちょっと風呂配信に切り替えようかな。うん。風呂配信に切り替えてちょっと髭剃るわ。はい。またやるよ。またやりますよ。またやります。はい。ああ、疲れた。燃え尽きたわ。いやけど今日は本当はちょっとは病み上がりで声が本調子じゃないし、ああ機材トラブルもあったし疲れた。風呂配信する、ヒゲ剃る、うん、ヒゲ剃るしかネタがねえから、うん、ヒゲ剃んなくてもいいよ、うん、ヒゲ剃んなくてもいいよどっちでもいいよ俺。ネタのためにヒゲ剃ろうと思っただけだから。まあヒゲ剃っとくか、うん、剃っとくかヒゲ一応。あーさん、オリーブオイルで何顔隠して。あー、じゃあちょっと風呂配信に切り替えますわ。はい、ちょっと今日また光当たり配信やるよ。あー
はい、バイバイ。